はい、ストーリーね、進めていこうと思います。さっきのカンブリア地底道からバイログリフ崖の道進んでいきましょう。普通のね、方に行ったら、行き止まりでした。よし、出られた。お日様最高。行ったそばから何？ジョナですわ。原神グリフォンか。こんなところにいるとはな。グリフォン、鳥なのか獣なのか。いいとこ取りしようとしたらこうなっちゃったとか。今鳥と鳥をかけましたね。食いつくな食いつくな。あと言いがかり。それはがっかり。竜の攻撃力塩分目線、特に危険です。ハグは塩分一刀破乱。ハグは炎弾焼き切る。うがつはあげつ湧き上がれ。一点突破焼き切る。くそ、こらえろ。語源解放サポートお願い。すごいな。早急な注入狙い撃つ。一点突破立つは継続炎弾撃戦かけろ。ハグは炎弾一刀破乱。うがつはあげと有限残花バインエコーディスペーキ一点突破早急な注入狙い撃つ燃ゆる焦げ立つは警告魔神剣焼き切る白君じゃ焼き捨てハグは炎弾無双化収束焼き切る魔王焼き捨て炎武滅戦白君せよ崩落せ一点突破キュースおっと燃ゆる焦げ一刀破乱はゆる煉獄集まれ表記一点突破一刀波乱はゆる煉獄切れなくハグは炎一刀波乱はゆる煉獄敵を潰せ一点突破敵を浮かせ攻撃力が減る偉人将来一点突破攻撃力が強い危ないさすがだうわマジじゃんラストリー一点突破立つは警告炎武滅戦一点突破完全勝利炎武滅戦ハグは炎弾一瞬ハグは炎弾一点突破ハグは炎弾風の奥やり竜の先は一点突破お湯滅戦一点突破霧の花を炎武滅戦ハグは炎一刀波乱翼を切り切る一点突破霊源強迫スピリッツ一点突破一刀波乱炎武滅戦一点突破立つは剣豪炎武滅戦避けてろ滑り込む焼き切るよし油断できない相手だったな。いや強いな。風を操るのは100年早かったな。風ムカつく。はあ、やっ、エドナさん。大丈夫、エドナ。ちょっと滑っただけよ。可愛いな、エドナ。手がかかるね。エドナお嬢様は？身分に言われるなんて。ちなみに犬耳つけました。エドナだけ。あ、おっとっとっと。ひいきしてね、いろいろ変えてます。さあ、それじゃあね。洞窟探検していきたいと思います。ちょっとねだらけるところはカットしていきますね。辺境の様子。この辺りずいぶん荒れた土地だな。だね。辺境なのは伊豆地も同じだけど、ここは狩猟も農耕も難しそうだ。こんなところにも人が住んでるんだな。案外しぶといわよね、人間って。何か特産物があるのかもしれない。そうかもな。とにかく目的はゴドジンだ。ロゼ、この道を進めばいいんだな。うん、崖道の端にあるはずだよ。もうすぐだと思う。わかった、また襲われる前に急ごう。よし、こっち行ってみよう。そこにいるんでしょ。お見通しよ。ドラドラ、どこにいる？ノラ。もうちょっと
あの星のとこだね。ついてくるね。消えた？あれは相棒マスク。お、グリフィカイト。見てみよう。なんという鳥ですか？グリフィカイト、トビの一種だ。あちらにも一羽。あんなに高く。ああ、見事に風を読んでいる。気持ちよさそうに飛んでいますわね。人間の発した汚れにまみれた空だがな。もしかしたらグリフィカイトがグリフォンの正体だったんでしょうか。かもしれん。汚れは人だけでなく自然をも蝕みますものね。ですが、汚れは払えますわ。スレイならか。私たちならですが。デセルさん、総力戦になるだろう。みんな行くぞ。ガリュー雷ギル獅子戦闘だぞ。デリラ大丈夫か。みんなうなれ栄水。これでどうだ。左手危ない。ケチラ最近が足利奥だ。おとなしく眠ってくれ。ガリューならいけませんよ。浄化完了。ちょっとマスク気になるんでね、装備してみましょう。相棒マスク、どれどれ。え、どういうこと。あーあーなんか、セーラームーンに出てくる男の人みたいだね。あの、なんだっけ、マスクの人ね。これはちょっといらないかな、今は。いける、ミクリオ、チャンス到来。治療メガマグルー式被弾。ビジョッツブリッジ。アバンステイ決戦。最新が、これでどうだ。悪しきを砕く。手ごわかったよ。5つ星狩り上げ。負けられない。我が火は射出。まだ。総火山。結構やるな。狩り上げ収蔵雷弾。火は荒れ狂い。遺跡が俺を呼んでいる。隠れてた。アンピソードにつけます。どこにいたの。あ、いたいたいた。いたけどいなくなっちゃった。この箱の中にいました。これは見つけらんないね。よし、村に着きました。さあ、それではね、村に入ったところから次スタートしようと思います。